皆さんこんにちは、エルザです。今回はマインクラフトをやっていきたいと思います。はい、今回もですよね。おほー、ちょっと待って、いて、急に来るじゃんお前。はい、ということで気を取り直すね、マインクラフトやっていきたいと思います。で、そうだね、今回なんですけど、今回は農場を作りたいなと思います。まあ、ちょっとね、食料の確保がしたいなっていうのがめちゃくちゃあるので、それについて動いていこうかなと思います。まあ、ちょっとね、この辺りに肉あるんだけど、常に倒しに行かないといけないとかさ、いろいろあるんでね、やっていこうかなと思います。はい、あたりを見てきました。ちょっとね、周りの土地をパッと見たときに、ある程度の陸地があってとか考えたら、この辺りがまあ妥当かなというところだったんで、ちょっとこの辺りを整理したいな。整地したいね、ちょっとね。まあ砂もいっぱいあれば、そのうちガラスも大量に作れるし、まあ、この一角をちょっと綺麗にしたいと思います。まあ、結局ね、この辺りは橋から降りた道になるんでね。いずれやらないといけないところなんだよね。なんで頑張りたいと思います。あー、終わった。はい、第一区画完成しました。でね、ちょっと見てもらうと違和感があると思うんですけど、ここね、下がね、まだ岩砂と、なんか混ざってる状態で、これを次は土に変える作業をしていきたいと思います。だいぶピッケルとか酷使する感じかな。いやー、こっからだ。ただ、ちょっとピッケルがね、足りないんでね、ピッケル作ったりとかしてこようかな。はい、ではね、こっから、築をしたいなと。結構土持ってきたよあそこら辺がね、ちょっとハゲ山になってるけどね。いやー、こっから、まあとりあえずね、牛、豚、羊が入るようにちょっと作っていきたいなと思います。まあ土台をどうするかとかね、色どうしよっかなっていうのはあるんだけど、そこら辺は考えながらやっていこっかな。できてます。スペースで、こうでしょ。まあ、柵でやるのが一番楽そうだよね。そんな気はする。
一旦ここ柱代わりに、暗くなってきちゃったね。おお、あ、悪くはないね。まあ途中経過としてこんな感じか。あとは屋根のラインに沿って投げていく感じかな。結構ね、まあ大きくなったね。まあいいことなんだけど、まあだいぶいい感じに。お前どこいるんや。まさかの、まさかのあそこにお一人いられる。まあ、中はね、こんな感じで分けてるんで、あとはもう組み立てでいくだけ。いやー、結構大変だな。素材集めにやっぱ時間かかるからね。よし、続きやっていこう。ここら辺がどこまで？こういう感じか。はいはい。危ない危ない、落ちるところだ。あ、いや、これじゃダメだ。高さが悪い。
はい、ということで、丸3日ぐらいかな。あー、やっとかけてできました。あー、だいぶ疲れた。まあまあ、そうだね、途中ね、食料なんとかなったりいろいろしてたんで、食べ物の加工とかいろいろしてたんだけど、まあちょっとね、素材が足りないとかあったんですが、なんとかできました。で、どんな感じかね、早速紹介したいなと思います。じゃあ見ましょう、どうぞ。こんな感じです。いやー、なか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 でかいのができてしまった。じゃあね、このまま見てもあれなんでね、一つずつ紹介していきたいと思います。まだちょっとね、完成はしきってないんだけどね。まずここ単純に農場だね。まあ、一人で食料する分にしては問題ないかなと。人参、じゃがいも、小麦、ビートルートを育ててる感じだね。まあ、十分だもんね。でね、料理がね、まだこうパパってできてる状況ではないんで、ここにね、外の屋外のバーベキューの場所的な、料理する場所的なものをちょっと後ほど作ろうかなと思ってます。これはそのうちだね。今そこまで急ぎじゃないんで、とりあえず予定でここは開けてます。で、入り口。本当はね、ランタンとか置きたかったんだけど、置ききれなかったんで、てか作れなかったんで、まあ、こんな感じしてます。で、行きましょう。まず1階から。まず1階なんですけど、向かって左が牛のスペースとなってます。構えてきましたね。で、次、右。豚のスペースです。でね、まあ、入りやすいっていうか、分かりやすいように、ちゃんとピンクの桜の木だね。で、作ってます。で、奥に行くと左側に鶏くんがいて、右側は羊と。という感じで、まあ、4種類は揃えてる状態と。で、ここに、取った素材とか、まあ、入れていこうかなとか。まあ、ご飯とかね、飼料用のやつはここにしようかなっていう感じです。あー、ここなんかもう少し付け足したいな。まあ、こんな感じですね。で、続いて2階です。で、そうだね、2階に関してなんだけど、そのね、光源の問題がちょっとあったんで、ここ見てもらうといいんですけど、ハーフブロックとハーフブロックで仕切りをつけてます。で、これが良くてさ、まあ、絶対こうなってるのよ、中が。なんだけど、これで目隠しをしてると、ぱっと見ね、おしゃれな感じになるんでね、いいんじゃないんでしょうか。じゃあ2階行きましょう。で、2階に関してはね、まだ全然整ってなくて、これから、まあ、下で家畜の作業をするときに、上でなんか足りないものっていうか、これあったら便利だよねってやつを入れる。だから、もしかしたらここに自動系が入るかもしれないね。で、まずこちらです。はい、なんとね、自分の家眺めれるように今してます。こっち側もでもね、作りながらこっち側もなんか開拓できればなって感じだね。で、こちら辺はまあもう眺めがいい感じでやってます。で、これはまあ緊急用で置いてると。まあでも2階はね、紹介するほどものがなくて、まあ、ここでまあ全体見渡せるような状態というふうにします。まあ、こうやって見ると結構ね、でかいの作ったなと思ってて、でかいでしょ。で、横から見てもなんか違和感ないようにとか、変にならないようにみたいな感じにしてて、こんな感じしてます。いやー、結構かかったね。一応前のこの家あたりから見るとこんな感じですね。まあ、あそこはね、農場、牧場、あとは食料庫的な役割になってくるかな、あそこはね。いやー、大変だったよ。もう足りないものばかりでね。で、屋根とかに関してはね、花崗岩を滑らかなやつにして磨いて、ちょっと綺麗な感じにしてます。木材はそこまで使わずなんで、石なんで、結構苦労したね。これだけでも時間かかるしね。まあ、これで食料問題も解決するんで、次回はエンチャント系、
ダイヤモンドのツルハシとか、まあいろいろ持っててっていうのはあるんだし、まああるけど、まあちょっとやっぱエンチャントつけないとっていうのと、鉄系をね、そろそろ使って効率上げたいなっていうのがあるからね。あとは、まあ新しいバイオームとかね、やっぱ見た目がね、偏ってきてるんで、桜系か茶色系かみたいな。ちょっとね、他のバイオーム探しとかも今後はしていって、さらに拡張していきたいなと思います。ということで、皆さんご視聴の方ありがとうございました。まあ、こんな感じでね、マイクラの更新とか、その他のゲームをやっていきますので、よかったら遊びに来てください。チャンネル登録、高評価もお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。